はいどうも、ウィレの専門家、ナミノリです。はい、ということで今回ね、2021-2022シーズンのね、紙データの入れ方をね、今回は解説ね、していきたいと思います。はい、ということで久しぶりにね、紙データの解説をしていくんですが、今回ね、解説するね、紙データは、JPS さんのね、紙データではなく、海外のね、方のね、紙データをね、ちょっとお借りしながらね、紙データの入れ方ね、ご説明していきたいと思います。はい、ということでね、早速解説していくんですが、はい、まず YouTube 開いていただいて、YouTube 開いたら、このアンドル・ペスさんというね、チャンネルがあるので、まあ、この方のチャンネルね、飛んでいただいて、で、飛んでいただいたら、このアンドル・ペスさんの動画の一覧の、まあ、最近のものですね。最近の、このアットアリッタードっていうね、このスペイン語で書いてあるんですけど、まあ、これ、紙データを更新しましたって書いてあるんですけど、まあ、これがね、今回お伝えする紙データなので、まあ、この動画を一回開きます。はい。で、動画開いたら、この概要欄見ていただくと、このディスカレージのところにね、紙データのリンクが貼ってあるね、サイトに飛ぶことができますので、まあ、ディスカレージの下にあるリンクをね、クリックしてください。で、クリックしたらね、紙データが載ってるサイトに飛ぶことができますんで、まあ、これ下ずっとスクロールしていくと、ここですね、エンラセデディスカレダっていうね、スペイン語で書いてあるんですけどね、これね。まあ、ダウンロードリンクっていう意味なんですけど、このエンラセデディスカレダの右にある URL をこれクリックすると今回のねダウンロードするね紙データのねダウンロードページ飛ぶことできますんで、まあ、これクリックしてください。でクリックすると、毎回紙データね入れてる時にお世話になってるメディアファイア飛ぶと思うんで、でそしたらこのオプションファイル、ジェネラル V4 ってやつをねこれダウンロードします。はい、はい、ということでねダウンロード終わりましたので、このダウンロードしたねファイルをね今度はねパソコンのホルダーに入れていきます。でご自身のパソコンを開いたら PC のダウンロードから先ほどねダウンロードしたね圧縮されたねオプションファイルありますんで、まあ、こちらを自分の USB 内にね入れていきます。はい、はい、ということでね USB にね、紙データの圧縮ファイルを入れ終わりましたので、そしたら今度はこの USB 内に新しいホルダーを作ります。でそのホルダーの名前を WePES にしてください。大文字で WePES ですね。これ小文字だと多分入らないので、大文字で WePES というね新しいファイルを作ってください。でこの WePES のファイルの中に先ほどねダウンロードした紙データのね圧縮ファイルを入れていきます。で先ほどダウンロードした圧縮ファイルを今度は解凍していきます。はい、まあ、解凍ソフトね何でもいいです本当に。うん、まあ、僕は 7zip 使ってるんで、まあ、解凍ソフトはね調べれば無料のもの出てくると思うんでね、それをねご自身で判断して使ってみてください。ということで解凍していきます。はい、ということで解凍が終わりましたので、今度はこのね解凍したファイルを今度 PS4 の方にね移していきたいと思います。はい、ということで PS4 の画面やってきましたら、まず Wii で起動する前に、自分のプレイステーションのホーム画面の設定のところからアプリケーションセーブデータ管理っていうのを開いてください。はい、まずエディットデータ先に消します。で本体ストレージのセーブデータを押して、で、削除をします。で、これなんでこれやるかっていうと、まあ、多分ね、今まで皆さんね、多分、ほとんどの人は、この紙データ入れる前に、以前の紙データ入れてた方が多分結構いると思うので、まあ、その紙データを入れたまま、今回の紙データ入れてしまうと、エディットの容量がいっぱいになってしまうので、多分入らないと思うんですよ。なので、入らないんで、まず、エディットデータを全部消します。で、もし、オフラインモードとかやってて、以前のエディットデータ消したくないっていう方は、PS アカウントをもう一つ作ってください。PS アカウントもう一つね、別で作れば、エディットデータはね、そのメインアカウントとは別のね、エディットデータになりますんで、はい、サブアカのね、エディットデータになりますんで、はい、なので、もしオフラインとかでセーブデータね、そのまま残したいっていう方は別でね、今回の紙データ用のね、アカウントをね、作ってください。PS アカウント。で、この Wii で2021のセーブデータ削除するんで、これ押します。あ、で、僕はもうね、エディットデータ消してるんですけど、まあ、多分エディットデータね、以前のもの入れてたらここにエディットデータって多分あると思うんで、そしたら、そこにチェックマーク入れて消しちゃってください。ここのエディットデータ消さないと、今回の紙データね、入れられないので、そこだけご注意してください。はい、ということでね、Wii での画面やってきましたら、設定からエディットを開きます。で、そしたら最初にね、このエディットを行うためにはエディットデータが必要って書いてあるんで、まあ、僕はさっき削除しませんでしたけど、エディットデータ削除したらこういう画面出てきますんで、そしたら新しくねエディットデータを作成しますので、はい押してください。はい、ということでセーブしましたということで OK で、はい、そしたらインポートエクスポートを押してください。でインポートエクスポートを押したらデータインポートする前に画像データ削除を行っちゃいます。で多分画像データね、ユニフォーム、大小、チームエンブレム、大会エンブレムとか多分入ってると思うんで、ここからね削除していきます。あー、そっか、僕はねこれ動画撮る前に削除したんで、もう削除し終わりましたけど、皆さんは多分入ってると思うんで、ここね全部画像データ全部消しちゃってから、今回のね紙データ入れるようにしてください。じゃないと多分途中で容量オーバーで入れなくなってしまうので、ここだけ、ね注意してください。はい、ということで画像データの削除一通り終わりましたら、チームインポートを押してください。で自分の USB を読み込みます。そしたら今回のねダウンロードするファイルが一通り出てきますので、これ全部、四角を押して全てのファイル選択して詳細設定へ進むで、はい、そしたらここのね選手情報を在籍情報を適用するチェック入れて、で同名の画像ファイル書きをチェックします。で OK で、でそしたらねインポート終わるの待ちます。はい、ということでねインポート終わりました。はい、そしたら今度大会インポートデータを入れるんですけど、まあここはね、まあ、さっきのやり方とほとんど同じで、これも普通にねさっきと同じで全部のファイル選択して詳細設定進むで、同名の画像ファイルを書きチェックしてOKで、はい、ということでね大会インポートデータ入れ終わりました。はい、ということでね先ほど入れた紙データをちゃんと入ってるか確認してみましょう。ということでプレミアリーグ、名前がねまあほとんど英語表記ですね。パートナークラブのチーム以外はほとんど英語表記になっております。まああっちの紙データなんでね、これは英語表記になっているという感じです。ということでチェルシー見てみましょう。はい、チェルシーね、はい、ルカク、はい、普通にねなっておりますね、ユニフォームね、来シーズンのものに。はい、最新の移籍もね反映されてるので、まあサウルもねしっかりいますね。はい、ということでねマンシーも見てみるんですけど、マンシーもねこんな感じで、はい、なっております。でグリリッシュもねしっかり入れております。はい、でマイユー見てみるとサンチョも反映されてますし、ロナウドも反映されてます。まあね、このユニフォームね
ね、パートナーシップのクラブのユニフォームはいじれないので、まあ、これは試合前のね、画面で4枚目のユニかな、4枚目のユニを選択していただくと新シーズンのユニフォームになってると思いますので、まあ、そこはね各自ご確認ねいただければいいと思います。はい、はい、そしてパリを見てみるとメッシね、はい、移籍反映されております。はい、でバルサに関してはアグエロも反映されてますし、デパイも反映されてますし、ルークデヨングもね反映されております。まあ、ルークデヨング最近移籍したばっかなんで、これはね、本当に最近のね本当最新のものをね反映したものになっております。でちょっと一つね残念なのが、今回のカミレータにはブンデスリーガは入ってないです。なのでブンデスリーガを入れる場合は別でね、ご自身でまた JPS さんのカミレータとかをね入れてもらうしかないですね、これは。でブンデスのものをね別でカミレータ入れたとしても、新シーズンのユニフォームにはなっておりませんので、はい、まあ、だから各自で、まあ、バイエルのユニだったりドルトムントのユニを、まあ、僕がね以前ユニフォームのね導入方法を解説したので、まあ、そこでね、バイエルとかドルトムントのユニフォームねありますんで、まあ、そこを入れてもらってもいいですし、各自でねツイッターで探してもらってもいいので、各自でブンデスリーガのね今現時点であるユニフォームをね導入していただければいいかなと思っております。はい、ということで今回ね、今シーズン2021-2022シーズンのねカミレータの入れ方ねご説明していきましたけども、まあ、ちょっとねeeFootballねそろそろ出ますけど、9月30日にね、まあ、初回リリースが来るんですけども、まあ、そこではねまだカミレータ全部のチームが使えるわけではないので、まだねこのカミレータの今回のカミレータの需要あると思ってね今回撮ったんですけどもね、まあ、多分11月ね11日に確かね、まあ、チームビルドモードマイクラブがスタートするので、まあ、多分そのタイミングで全チームね使えるようになると思うんで、まあ、多分 JPS さんのカミレータが配信されるのはそれ以降だと思うので、 JPS さんの方がねカミレータね準備していただき次第僕の方でも動画作りますけども、まあ、ちょっとね、まあ、PS5 にね今作から移行することもあってカミレータのね作成に時間がかかるというねツイートをねされてましたので、まあ、ちょっとね JPS さんの方でカミレータの作成に時間がかかるようでしたら、まあ、ちょっとね海外の方の方が多分早くねカミレータ作成してくれてると思うので、先に海外の方が JPS さんの方より先にねカミレータ作成してしまっていたらちょっとそっちの方ね動画作りますんで、はい、そちらの方ね今後のカミレータのね解説の流れ把握していただければいいかなと思っております。で今後ね多分 eFootball の方でねブンデスリーガーのカミレータとか J リーグプレミアリーグネセリアリーガーのねカミレータ一通りね配信されると思いますので、まあ、今後ねそちらのね解説もしていく予定ですので、はい、まあ、そちらの情報をね見逃したくないという方はねチャンネル登録と通知ボタンを押していただければすぐ次の動画ね見れると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.